那覇空港リムジンバスは沖縄県那覇市にある那覇空港と沖縄本島内の主要リゾートホテル等を結ぶリムジンバスである。本港では沖縄バスが運行する空港リムジンバスと琉球バス交通が運行するカムチャシャトルバス、琉球バス交通が過去に運行していたエアポートライナーについて述べる。那覇空港と沖縄本島中部、北部の主要 リゾートホテルや大規模施設などを結んで運行される、リムジンバスである。現在は、沖縄バスによって運行されている。過去には、琉球バス交通、那覇バス、東洋バス、北部観光バスも参入していた。空港リムジンバスは、A エリア、B エリア、AB エリア、C エリア、CD エリア、D エリア、E エリア、D エリアの8路線がある。なお、 カヌチャシャトルバスは、琉球バス交通の単独運行であり、リムジンバスとは異なる路線である。このシャトルバスは、名護市にあるカヌチャ米ホテルビラズに停車する。いずれも那覇空港発が主に昼前から夕方にかけて、ホテル発が主に朝から昼過ぎにかけて運行される。那覇空港と、西海岸のリゾート地区を結ぶ空港リムジンバス。 計画は1996年から検討が始まった。当時、空港と西海岸のリゾート地区を結ぶバスは、琉球バスと沖縄バスが運行していた120番、空港リゾート再選とホット沖縄が企画、運営していたコーラル号の2路線があったが、これらの2路線を廃止し、琉球バス、沖縄バス、那覇交通、東洋バスの4社により、 運行回数を増やした上で運行を開始するなどの検討が進められた。1998年1月には、那覇バスターミナル内に空港リムジンバス案内センターが設置され、運行の開始が決定。同年4月1日より4社の共同運行という形で空港リムジンバスの運行を開始した。なお、リムジンバス運行開始により前述の120番。 空港リゾート再選は廃止となった。2002年には北部観光バスも運行に参入し、クイナ号の新設などの路線再編が行われた。北部観光バスは3月から9月の期間限定で参加しており、空港と北部地区のリゾートホテルを結ぶクイナ号の運行を中心に行っていたが、2007年度の運行をもって撤退した。2010年度の運行をもって、 琉球バス交通と南波バスが撤退した。2013年度より琉球バス交通は独自のリムジンバスであるエアポートライナーの運行を開始したが1年間運行し2014年3月31日限りで終了した。同時に同年度限りで東洋バスが空港リムジンバスから撤退した。エアポートライナーと空港リムジンバスは 同経路で競合関係となっている路線も存在したが、空港リムジンバスは、那覇空港国際線旅客ターミナル前には、停車しないという相違点があった。2014年度からは全路線が、琉球バス交通と沖縄バスの共同運行となり、琉球バス交通は、空港リムジンバスに再参入することとなった。また、国際線旅客ターミナル前にも停車するようになり、 愛称名がなくなり、エアポートライナーと同様 A エリア、B エリアといった故障に改められた。2016年6月末をもって琉球バス交通が撤退、同年7月からは沖縄バスによる単独運行となった。那覇空港は国内線、国際線両方のターミナルに停車する。運行には観光バス車両が使用されている。 基本的に観光バス車両が使用されていたが、路線バス車両で運行されることもあった。有給バス交通が2013年度の1年間だけ独自に運行した空港連絡バス。乗車方法、乗車券購入方法などは空港リムジンバスと同様であった。運行には路線バス車両と観光バス車両の両方が使用された。路線ダイヤは外部リンクを参照。 救急バス交通が運行しており、空港リムジンバスとは異なる路線である。名護市、久し地域にあるカヌチャベーホテルビラズに停車する。日本服運行。全域間の所要時間は1時間40分。なお、2017年4月1日より、わんさか大浦パークにも停車するようになった。ありがとうございます。